日本共産党の上智子でございます。米の放射性物質の検査についてお聞きします。で、千葉県はですね、早場米の収穫が8月に行われることもあり、収穫前の米の放射性物質の測定を決めたわけです。で、農水省も汚染が心配される各都県に打診をして、今14都県で収穫前の予備調査と収穫後の本調査を行うということを明らかにしています。それで、放射性物質のこの汚染の可能性のある米を検査し管理する対策を講ずるのは当然だろうというふうに思うわけです。それで、ただですね、流通が自由に流通となっている中で言いますと、例えば産直ですとか塩湖米ですとか、あるいは卸のこの集荷業者ですとかなどを含めてですね、どうやってやっぱり検査から漏れないようにするのかということが大事です。で、稲わらの教訓から言ってもですね、やっぱりこう通り抜けてしまったものがもう流通してしまうと、これまた大変なことになると思いますので、そうならないようにね、しなければいけないと。で、どうされるつもりなのかと、全量検査するのかどうかということも含めてですね、伺いたいと思います。できるだけ短めにお願いします。篠原農林水産副大臣。牛の場合は全頭検査というのに何頭何頭というのができますけど、米の全量といった場合莫大な量になりますし、田んぼも1枚の広ささまざまでございます。ですから現実的には検査はある程度の地域を限り、かつそこから、我々が考えていることでございますけど、おおむね15ヘクタールを一箇所と考えてくまなく検査するというようなことで検査をしていく以外にないんではないかと思っております。すり抜けにつきましては、これはきちんとルールを守っていただくということ以外には今のところ対処の仕方はないのではないかと思っております。上智子君。やっぱりこう流通する前にね、政府自身が関与して、今それぞれの自主的な中身なんですけど、政府がやっぱり関与してちゃんと把握できるっていうことがね、大事だと思いますし、やっぱりこれまた本当にこの知らないところで流通してしまうということは内部閉鎖化につながることですので、そこはしっかりやっていただきたいと思います。それからですね、次に東京電力への賠償請求の問題なんですけども、どれだけ請求があって、でこれに対してどこまで払われたのかということを東京電力に尋ねたわけですけども、先週末時点でこれ請求はですね、農業では319億円、漁業で63億円、個人で215件の8億5000万円で、これに対して支払いが農業で47億円、で漁業は18億円、森林組合に対しては0円ということで、全体で約400億円の請求に対して65億しか払われていないと。で、もうじき5ヶ月になろうとしているということで、やっぱり非常に遅れている、これに対しての大臣のご認識を伺います。加納農林水産大臣。これまでも農林水産省といたしましても、東京電力に対しまして仮払い金の早期支払いなど誠意ある対応というふうなものを求めてきたところでございますけれども、今先生からのお話のとおりに、私どもも関係やあるいは団体からの聞き取りによりまして、お聞きしますと、8月3日までに521億円の損害賠償請求に対しまして78億円の仮払いが支払われたと、こういうふうな状況だということでございます。で、仮払いにつきましては5月31日に出荷制限による損害等がいわゆる開始されて、8月1日には風評被害に対する仮払いも開始されたと、こういう状況でございまして、近々におきましては賠償財源の確保に認識するところの原子力損害賠償支援機構法が交付されるということも聞いておりますし、また原子力損害賠償の紛争審査会による中間取りまとめも近々予定されている中で、農林水産省といたしましても今ご指摘のできるだけ早い損害の早期支払いというふうなものに対して、よりこれからも引き続いてあらゆる努力をしていかなきゃならないと思っております。上智子君。支援機構法が通ったということも言われたんですけども、簡単ではないと思うんですね。というのはですね、請求書を受け付ける東電の側で言いますと、これ指針の範囲しか受けないと。
で書類の提出だけでもすごく大変だということも出ているわけです。で出荷制限指示などの請求の明細ということで、私もちょっとどういうその書類なのかっていただいたんですけども、この書類に書き込むわけですけどね、書き込むだけじゃなくて、さらにご提示いただく書類っていうのがあるんですよ。でこれ読みますとですね、例えば耕作面積および補助を廃棄した数量を称する書類ということで、農地基本台帳記載事項証明書、耕作証明書、耕作日誌、過去の生産量の記録、作物の災害状況が分かる、栽培状況が分かる写真、それから取引単価を称する書類ということで、直近の仕切り書など、廃棄費用を称する書類として、廃棄伝票、廃棄に関わる、契約書、廃棄した作物の写真などと、で、確定申告ということでですね、とにかく多々あって、で一旦書き込んでおく出したんだけども、また突っ返されて、何が足りない、何が足りないって言われて、結局ですね、こういうことをされちゃうと、お年寄りですとかね、それから小さなね、規模の農家の方なんかは、もうそれだけでもう目いっぱいになっちゃってですね、もうなんていうんだ、もうそれだったらいいやと言って諦めてしまうっていうケースも出てるわけですよね。でこれはもう、こういうことをわざとこう面倒なことをやってね、出させないようにしてるんじゃないかというぐらいですね、大変な事態になっていて、これをやっぱりもっとですね、簡潔に請求しやすくしてあげなきゃいけないということで、この間も議論になってるんですけども、これについて経済産業省にお聞きしたいと思うんですけれども、改善されたんでしょうか。松下経済産業副大臣。改善されています。当初、今おっしゃったように、私も見ましたけれども、それはもう全部出すのは大変なことです。で通知の時に徹底してなかったところがありまして、これは東電の方も社長が謝罪してましたけれども、全部その資料を出すようにと勘違いされたようでして、そのうちの必要なもの、最低限1通、2通、それで大丈夫なんだということが趣旨でございまして、そこを改善いたしまして、大幅に理解が進んできたというふうに思っています。これからもしっかり注意しながら進めていきますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。上智子君。これからはもうそういうことではないというふうに捉えていいということですね。それでですね、実害部分についてもそういう非常に面倒なことがやられたんだけども、風評被害っていうことになるとね、もっと複雑になるんじゃないかと。それで風評被害の請求に対してまずちょっと最初にお聞きしたいのは、支払ったものはどれだけあるんでしょうか。松下経済産業副大臣。8月1日からお支払い始めました。で茨城栃木の2つの県の農業団体から3月分として請求されていた約22億円がございました。そのうち空払いが2分の1ということで約11億円をお支払いしております。それから22億円以外に請求されているものが約159億円に上がっていますけれども、これも団体等との協議中でございまして、順次さらなる支払いがなされるように今進めているところでございます。先ほど加納大臣からも話ありましたけれども、原子力の賠償支援基本法、昨日成立いたしましたので、いよいよ被害者救済に本交渉、本賠償で入っていくということを進めたいということで、今、手続きを進めているところでございます。上智子君。今、団体を通じてのものについては、払い始められているということなんですけど、これ農協などに入っていない個人の分はどうなっているでしょうか。松下経済産業副大臣。個人のものもですね、多数受け付けられております。というのは福島県の場合ですね、これは山田委員もいらっしゃいますけれども、地域20キロ圏内の農協団体の人たちも一斉にこう避難されておられたりしまして、中がうまく機能できないような状態になっておりまして、そこの構築も大事なことなんですけれども、個人の受け付けもしっかりいただきながらそれも進めていくということでございます。上智子君。それはちょっとね、実態と認識違うと思いますよ。個人の方は請求書もね、受け取ってもらえてないんですよ。風評被害のやつはね、受け取ってもらえてないと言ってるんです。それでね、請求書をどういうふうな形で出すかっていう実害のやつはこういう文書出てますけどね、これすらもないんですよ。だから出したくてもね、受け取ってもらえないっていうのが個人の方から出されてる声なんで、これちょっと再度そこのところ確認していただけますか、確認してやっていただきたいと
ということで、一言でいいです、ご返事いただき。松下経済産業副大臣。出荷制限も含めて一緒にきちっと対応してまいります。上智子君。東京電力はですね、立証責任は被害者という立場なんですけれども、この住民に風評被害を立証させようというのは非常に厳しい話なわけです。それで深刻な放射能汚染の被害を作った責任というのはそもそも東電にあるわけですから、真摯にやっぱり賠償に応えていく姿勢を示すべきだと思います。そして風評被害も直ちに個人も含めてですね、支払うように指導していただきたいと。それでそのことについてで言えばですね、やっぱりその非常にこう複雑などういうふうに請求するかって話になっちゃうわけですから、やっぱりもっと簡単にね、我が党としてはもう最初から提起してるんですけども、全面賠償すべきであって、そしてその事故がなかった場合には、通常ではこれだけ入ってたやつが事故によってここに減ったということでですね、その差を賠償するという形にしてやるべきじゃないかと。これが一番簡単だし分かりやすいんじゃないかと思うんですけども、いかがですか。松下経済産業副大臣。実際にやっている人たちにいろいろ工夫するように指示いたします。でまた時間かからないように、あるいは手続きが複雑で頭が痛くならないように、その辺工夫させたいと思っています。上智子君。さらにですね、この被害者に苦しみを上乗せしている事態というのがあるんですよ。でこれちょっと具体的な話なんですけれども、キノコの農家の話なんです。で原発事故でこの風評被害を受けて収入が減ったキノコ農家に対して、東京電力がですね、電気料金を滞納しているからということで送電を停止するという通告をやっているんです。それでキノコ農家の方はこの原発事故の後ですね、取引先から放射能汚染の可能性があるから取引できないと言って入荷を断られたと。それで市場からはですね、買い手がつかないから持ってきても値がつけられないと言って断られたと。で収入がそのことによって激減をしたわけです。それで電気料金を払う収入を、払いたいと思ってたけどもできなくなったっていうのは、これは事故のせいですよね。東電の起こした事故のせいなわけです。しかもですね、その通告書が出されてるんですけども、通告書にはですね、供給停止によりいかなる損害が生じても当社は一切の責任を負いかねますと、こういうですね、免責も強調して書いてあるわけですよね。ちょっとこれはね、ひどいんじゃないかというふうに思うわけです。それで常にキノコっていうのは18度ぐらいで施設の中でね、ずっとその温度を保たなきゃいけないから、電気が切れちゃうってことはもう腐っちゃいますからね、できないわけですよ。でそういうことになっているわけです。で原発事故でですね、被害を与えた東電の側はね、生産に欠かせないこの電気を停止するっていうふうに、いわばこう本当に意地悪いというか、こういうことをやるっていうことは本当に許されないっていうふうに思うんですけども、大臣これについて今の話の範囲になるかけれども感想をちょっとお願いしたいと思います。加納農林水産大臣。今の上先生からのお話を受けまして、感想ということでございますけれども、いわゆるこの原子力の事故によって、経営なりにも大変な影響を及ぼしていると、そしてまたこれからの生活にも大変不安な気持ちになっておられるということは大変お気の毒なことだなと、何らかの形でご支援することができることがあればなと、こんな率直な思いでございます。上智子君。私はですね、本当にこう加害者の側はですね、こういう形で払わないなら電気切るぞというのはですね、本当に血も涙もないというふうに思うわけです。で被害を受けた農家から訴えがあったらですね、送電の停止っていう通告じゃなくて、やっぱり親身になって相談に乗ってね、やるっていうのが本来責任ある企業の姿だと思うんですね。で東京電力は今回の事故対応として電気料金等のこの特別措置というのを発表しています。例えば料金を払いを先送りするとか延期するっていうようなことを、柔軟な対応を取るっていうね、特別措置を取って発表しているんですけども、その対象っていうのは災害救助法が適用された地域および隣接地域で被災して申し入れがあったところに適用するというものなんですね。だからこの人のようにその風評被害ということで収入が減ったというのは入ってないということになるわけです。
でやっぱり電気料を支払おうにも風評被害でもって収入がなくなって払えないっていうわけですから、これ本当に送電停止を、ね、一方的に通告するんじゃなくて特別の対策を取るように、これ経済産業省としてもですね、東電に対して指導すべきではないでしょうか。松下経済産業副大臣。平常時ではなく、はっきりと原因が何かというのは、これは特定されているわけですから、これはしっかりと対応していきたいと考えています。供給する電力会社と、それから電力を供給される、一般家庭、あるいは農業従事者との間に、この供給約款というのはあるのは承知していますけれども、それはそれとして、とにかくここそれぞれにですね、やっぱり需要がはっきりしているし、原因もはっきりしているのであれば、これはよく相談してですね、個別に対応していくのが正しいと、そのように指導してまいります。上智子君。キノコを父親の代からですね、受け継いで一生懸命作ってやってこられたわけですよね。でそれが今本当にこう停止しなきゃいけないような危機に立たされていて、でそういう時に本当にこう励ましていく、激励していく、逆にですね、そういう対応が必要なのであって、でやっぱりこの間ですね、国会で東電の社長さんも直接お見えになって、そして申し訳なかったと頭を深々と下げてですね、謝罪はされるんだけども、しかしその一方でね、現場ではこういうことがやられているっていうのは本当に矛盾することだと思うんですよ。でやっぱりこういう事態がですね、なくなるようにするためにも、国の経済産業省としてもですね、きちっとした確固とした対応を取っていただきたいということを最後に強く申し上げまして、最後もう一言答弁をいただいて質問にしたいと思います。松下経済産業副大臣。しっかり指導して対応してまいります。ありがとうございました。